厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は日本を代表する若きバイオリニスト服部百音さんのインタビュー第2弾です。服部さんのプロフィールについては第1弾のこちらの動画でもご紹介していますが、幼い頃から海外で研鑽を積まれ数々の賞を獲得、近年は日本でも既成概念にとらわれない挑戦的な演奏会を展開しているバイオリニストです。今日は世界中で活躍されている服部百音さんが普段クラシック音楽の聴き方について感じていることをお話しいただきました。ぜひ最後までご覧ください。百音さんはどうして日本ではなくて海外で研鑽を積むことを選ばれたんですか？それは本当に1にも2にも8歳の時にひょんなことから今の私の恩師のザハール・ブロン先生が日本にいらしてレッスンを受けられる機会があったことから始まって、でその時は私はバイオリン始めて3年目で5歳で始めてるから、そこから日本の先生と一緒に頑張ってたんだけれど、あと母がねあのバイオリンやってたんで手ほどき受けてやってたんですけど、一番最初に私が発表会で弾きたくなった曲が、サンサンスのバイオリンコンチェルトの3番だったんですよ。でもね私5歳で始めてまだ音階とかアルペジオもろくにできてない状態でキラキラ星とかやってたとかビバルディとかいうかいい線だったんだけど、その次の年にサンサンスやりたいって言い出して先生がまあ呆れてね、でそれで一楽章でいいからやりたいっていいからとか言ってね、一楽章でいいからとか言ってで一楽章じゃあ譜読みしてみって言われて、譜読みできないからっていうぐらいで、譜読みしたら案の定跳躍なんかやったことないからできないし、ビブラートかかんないし音程取れないし全然わかんないんですよ。で一楽章が嫌で嫌になったから三楽章にしたいって私が言ったんだ。まず一楽章より難しいんですよ三楽章って。で最初からジャーンって4万音から始まるし、たら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 やんたたんって駆け上がりがあったりとかしても全然普通にバイオリストッケ弾かないと弾けないぐらいなんだけど、どうするかって言ってで学校休んで、なんでかというと本番まで3週間しかなかったんで間に合わないんですよどう考えても、で母親が1日1小節100回ずつ弾きましょうって言って正の字書いてって5回で1文字って書いてって100回ずつ本当に1小節ずつやってったんですよね。そしたらね10日で1000回になるじゃないですか、同じ小節が880回目ぐらいで化学反応が起きたらしくって、でそこから割と CD テンポで生きるようになったっていうのが繰り返しになってて、なんとかなんかその3週間後の発表会に三楽章間に合ったんですよ、サンサンスの三楽章が。だからそんなことしかしてないからサンサンスの三楽章しか弾けない子だったんですよ私がね。でブロン先生が日本に来ました、レッスン受ける機会があるよどうするって時に何弾こうかってそれしか弾けないから、私サンサンスの三楽章を引っ提げて先生のところに行ったら、君は話し始めるのとバイオリンを弾き始めるのどっちが早かったのって言われて、で当時私小学校2年生だったからそれが3時だっていう意味分かんなくて喋るのですとかって言ってたんだけど、でもそんなことから始まって、育ててみたいから長期的に俺と一緒にヨーロッパついてきなさいって言ってくださって、そこから何度か日本とスイスでレッスンを受けてから本当に弟子入りすることになって、8歳で出会って9歳から弟子入りしたんですけど、先生が空いてる時間にレッスンしてもらって、でも小さすぎたから大学に飛び級で入ることもできなかったんですよ。だから本当にそれしか選択肢がない状況で、先生に付きたいんだったらそれをしなくちゃいけなかったので、日本に1週間帰ってまた2週間行って戻って、行けるんだったら学校にも行って、10歳ぐらいの時から日本でちょびちょび演奏会始まってたんですけど、本格的に事務所に入ったりとかしたのは15の時だったから、その時ぐらいからまあ日本での演奏会がだんだん増えてて、その時間のやりくりと日本の時は日本の演奏会やって学校にも行ける時は行って、でまた先生とご修行に行ってみたいなのの13年間ぐらいでずっと同じ生活繰り返してたんですけど、引っこ抜いてもらって連れて回ってもらうことになっちゃったので、自分の意思で日本で学ぼうかな海外で学ぼうかなどうしようかななんて考えてる暇もなく、そこに自分の意思があったかって言われるとブロン先生についていくって意思しかなかったけど、ものすごい急ピッチで現実が動いてた感じがあった時期でね、だからあんまりそこはね選択の余地がなかったっていうのが正直なところです。そこからのまあ十数年もブロンスクールみたいな感じでアカデミーがあるんですけど、そこに行ったりなんかしながら、もう先生のロシア人のね兄弟子だとか先輩だとかめちゃめちゃ上手い人たちが大勢いる中ですっごーって思ったりしながら、
先輩たちに異常に憧れてましたね。それででもみんなね本当可愛がってくれて、妹妹って言ってね一緒に遊び相手やってくれたりしてて本当楽しかったんですけど、遊びって何で遊ぶかって言うとバイオリンで遊ぶんですよ。へなんか曲当てクイズとかやったり、これでちょっとあれとつなげてメドレーやんねとか言っていろいろねそういうソルフェージュ的な遊びをやったり面白かったんですけど、まあ、そういうヤニーニックな人たちがいっぱいいてね、でブロン先生もそこ時々入ってきたりなんかするんだけど、禁止もあるんですよ。恋愛やっちゃいけません、ファストフード食べちゃいけません、体にすごく健康志向なんですよ。でタバコ吸っちゃいけません、恋愛しちゃいけません、ファストフード食べちゃいけません、練習しなさいっていうそういうあのスクールだったんですよね。本当にそれでめげた人もいるし離脱する人もいるんですよ。その、まあ、あとブロン先生の本当に厳しいとも言える教えが、厳しくなく本当は本当に、まあ、真実なんだけど、まあ、音楽に対してとても熱くて優しい先生だから、音楽に対して不真面目な生徒にすごく怖かったり、不真面目な行為とか意識を持ってることが分かるとものすごく怒られますけど、それだけだから、だからあのちゃんとこう早く縛ってついていく人もいるし、無理だと思って抜けてっちゃう人もいる、選択の連続だからみんなそれぞれの人生歩んでいく形にはなりましたけど、一つ言われたのは、君は僕と同じ体では全然ないし、クマみたいだからね先生、5分の1ぐらいの細さの指だけそうなのだしね、手の大きさも全然違うんだけど、私は指が欲しい細いからこういう音が出せませんっていうのはそういうわけはダメだって言われて、どんな体でもどんな条件でもいつ何時どんな本番が来ても何でも弾けるようにコントロールしなさいと、で君の体で自分と同じ音を出してみなさいって、それに向かってやりなさいって言われて、本当に頑張ったら出せるようになってきてね、でもだから意外と不可能ってないんだなとかその辺からで、と先生の口癖が君はやればできるっていうのね、日本語でやればできるっていうのが先生の口癖で、本当にやればできる精神で弾くことだけを半ば自動的に、でもまあかつ自分の意思といい音楽を目指すってことだけに本当に特化させられて、でもそれが嫌だと思ったことはなかったけど、12、3年だった感じで、変な話去年2022年ですよね、私が22歳だったんですけど、去年初めて人間っぽいことをしたみたいな感覚が、はい、ありました。何をした時ですか？楽器持たずに一人で旅に行ったってだけなんですけど、そうどこにでも楽器があったし、旅って言うと演奏だから、だいたいね、あの弾くことしか考えないで行って帰ってくるんですけど、いつも、それを一回なしにする旅をしてみようかなってなんかふって思ってやってみただけなんですけど、それがあまりにも今までやってきたことと感覚が違いすぎてちょっと戸惑うぐらい、まあ面白かったんですけど、とってもね、みんなにもね、やっと人間やるようになったね、人間になったでとか言われて何だと思ってたんだろうみたいな感じなんだけど、まあ、とにかくそういう小人ぐらいからバイオリンだけやってきた人生だったんで、他のことを知る時間と良しがなかったってことと、あと普通のこうその学生生活とか、みんなとその戯れたりとかっていう、みんなが味わうことっていうのが多分とても偏った生活を送ってきてるような気がしますけど、でもその流れも含めて必然だったんじゃないかなと思ってますけどね。すごいストイックな 12、3 年を過ごされたんですね。いや、みんなストイックって言いますけどね、ストイックって思ったことない。もう最初からそうだったからなんですか？なんかそれが当たり前な感じ、自分の中のスタンダードですけどね。へー、そうやって世界中で活躍されてきたモネさんが今日本をベースに活動もされてると思うんですけど、世界と日本の違いってどんなところに感じますか？そうですね、やっぱり幼い時からあんまり自分の意思とは関係なく、世界中のいろんな場所とコンサートホールで演奏会という形のね、場数を踏ませてもらえたってことは本当に財産になってるんですけど、逆にそれが先で日本での演奏の形を経験するのは後なんですよね。だからすごく順番がね不思議な感じなんですけど、その幼い頃に感じてたイメージと、あと日本でちゃんとこう演奏会をねがいただけるようになって増えてきてからは、やっぱり一番違うのが聴衆の人の意識かなっていうふうに思うんですけど、っていうのもあっちだと日常生活に難なく馴染んでるんですね、クラシック音楽が。でその例えばタクシーの運転手さんが車の中でかけてるのがブラームスのシンフォニーだったりとかしたりとか、あとみんな日本での J-POP とか K-POP って言うんですかとかみたいな意識なの、クラシックに対して。だから特に深く考えずに音楽っていうと自然と
かかるもんで、普通になんか楽しくなるでしょ音楽って。それと同じ感覚でクラシックを取られてるから、夜になると例えばワンコインで行けちゃうコンサートがあって、普通に聴きに行く日常とかっていうのが割とあって、でそれを意識が高いんですっていうふうに思ってないぐらい自然っていうのかな、うん、そういうのがあるから、割と海外での演奏会だと無名のアーティストがポットで弾く演奏会だけれど会場がすごく大きいけどとか、あと新しい全然知名度はない曲を演奏しますっていう演目があった時にも満席になるんですよ。それは人のその興味が多分とってもこう自然にまだ定義されてないものへのね、音楽に対してフランクな意識があるんだろうなってすごく思うんですけど、で、まあ、きっとそこで演奏されてダメだと拍手しないし普通に途中で帰るようなお客さんばっかりです。イエスかノーだけだからね。 だけどよかったらそこでもうブラボーブラボーになって、その曲が一躍名曲になり得る環境っていうのかな、そういうのがあって、その曲が名曲になり得る環境とそのアーティストが一躍有名になり得る環境っていうのもある、だからそういう意味でとっても可能性の方向だったりするんですよね。だけど日本はね、ある意味とってもそのお行儀が良くって、その礼儀正しさとか遠慮が美徳の文化とか意識とかっていうのが、音楽を作る側としては細やかな神経っていう意味ではとっても緻密な音楽ができるんですけど、聴く方の側は本当はその意識を持つ必要はないんですよね。これがね、日本だとそうとっても不思議に思うのが、弾く側っていうのはね、クラシックは感覚に任せてだけ弾けばいい音楽では確かにないんですね。感情の部分を音楽は伝えるんだけど、その伝えたい感情の部分を伝えるためにはものすごく冷静な頭で指と体をコントロールしながら演奏しなくちゃいけないっていう、冷静にやりながらめちゃくちゃ感情的にやるみたいなことで相反することを同時にやらなきゃいけなかったり、そういうね冷静な頭っていうのは演者側は常に持ってなくちゃいけない、アクシデントもあるしなんですけど、その冷静さっていうのは作る側が持ってればいいもので、聴き手は別にそこまで冷静にその演奏をいろいろ考えないと楽しめない音楽みたいに捉えてしまうのはもったいない、で多分本来そういうものじゃないと私は思ってて、何も考えなくてもそこに座って何か景色を見ようとするといい演奏だったら確実に自然にどっか連れてってもらえるんですけど、いい演奏じゃないと演奏家が自分のことばっかり考えて弾いてたりとかねすると、その曲っていうのはとても表面的なものにお世辞のように聞こえてしまって全然自分の本音の部分に届かないみたいなことが起きて、クラシックってこういうもんなんだながみたいに思うかなと思うんですよ。だからそういう苦手意識のある人はもったいない演奏を聴いてしまったのかもしれないんですけど、それは本当に演奏側の責任だと思ってます。人によって本当に曲の解釈が十人十色というところがあるから、それが面白かったりするわけで、アーティストに曲がひっついてるのがポップスなんですけど、クラシックは同じ曲を何人も弾けるじゃないですか。それも醍醐味の一つだったりするんだけど、とにかく海外と日本の違いは自分の主観と自分の本音とか自分の意見をちゃんとイエスかノーで、自分はどう思った、嫌だと思った、いいと思ったっていうところで音楽を聴いてるか聴いてないか、感じようとしてるかしてないかみたいなところがあるのかなって若干思います。だからこそもうちょっとその意識を楽にっていうか自由にできるんだからしていいんだし、忍耐するものでは全然ないし、忍耐しなきゃなんない音楽と思ったら聴かなくてもいいわけだし、本当にうまくいく演奏っていうのはその曲が出してる感情が自分のここに届くので共鳴するんですね。悲しみであれ楽しみであれ、そうすると言葉じゃない言葉があって、音楽って言葉以上に本音が伝わるんですよ。でも誰も傷つけないでしょ。だからその演奏家も言ったら炎上するようなことを音楽で言ってる場合もあるし、それを聴く側がなんか受け取って本当そうだよねっていう風に共感することもあるし、そういう不思議な音楽語ってあるのかなと思うんですけど、言語の壁がない、その通じないってことはないし、意味も自分が感じたように取れる、本当に感情だけのテレパシーみたいなやり取りができるのが唯一音楽だと思うので、だから演奏の仕方、伝え方なのかなと。
それは本当にね、うん、これから私と同じ世代の人たちとか演者を続けていく人たちが一番考えなきゃいけないことなんじゃないかなって。今のお話を聞いてると聞く側としては、うん、なんかクラシックの知識がないと、うん、正しくその演奏家のメッセージを受け取れないんじゃないかとか、うん、いうふうに思っていらっしゃる方も多いと思うんですけど、うんうんうん、そうなんですよね。そうだから正しくっていうのがそもそもないわけ、うん、だから自分がいまいち響かなかったっていうふうな感覚を持ったってことがこれ私ダメだったんじゃないかなみたいな、私が分かんなかったからじゃないかなじゃないんですよ。つまんなかったな、ぶっちゃけ本当響かなかったですの感情が正しくてそういう演奏だったってだけなんですよ。だからそこの誤解をしないでほしいなっていう感じ、うん、それで自分が苦手意識を変に持っちゃって素晴らしい音楽がある世界だけど足を踏み入れなくなってしまうってことは非常にもったいないことだと思います。このクラシック音楽そもそもの持つ魅力ってどんなところにあると思います？うん、そうですね、クラシック音楽っていうこの単語がね、うん、だいぶ古いものを尊厳を持って携わるものっていうか尊厳を持ってそれらの文化を継承していくもので過去のこう偉大な化石を残していくみたいなイメージでね神格化されすぎだと思うの。当時生きてた人の曲とか思いっていうのがその曲という形で残ってるっていう現実っていうのはものすごい尊いことだし素晴らしいことなんですけど、それを残ってるものを再生するのは私たちの役割なんですけど、再生する人もこれまたずっと今しか生きてない人間ですよね。でその人たちが例えば明日の演奏会だったら明日その時間だけ作るわけですよね。でやってることは常に新しいものを作ってるって行為なんですよ。だから弾いてる作品は過去のものだったりするんだけど今それを新しく作る本当に常に生まれて死ぬっていうサイクルが演奏を通して行われてるっていうだけだからやってることとその人の意識っていうのはとっても新しさ新鮮さに満ちたことをやってるんで過去のものやってるって誰も思ってないですよね。やってる方はね曲でやることは最初から最後まで一応決められているけどその中でどんな展開が生まれてその現場での人と人とのやり取りが生まれてっていうのは未知数だからそれやってることはジャンル問わず本当垣根のないことだから人類の奇跡を今たどることができるのが魅力なんですけど、ただねクラシックだけの魅力っていうより純粋に音楽の魅力だと思ってほしいかな。それを上から降りてきたものを受け取りなさいみたいなかそういう音楽ではない、うん、自分の感情を本当に純粋に解放するだけでいいんだと思うんですよねクラシック音楽って。だからそんな特別な意識を持つ必要のない芸術だと本当は思いますよ、うんうん、モネさんとここまで話していると、うん、なんかすごく音楽家としての哲学感とか使命感みたいなものが伝わってきますね。なるほど、そうなんだ。それは両者どっちも欠如してはならない世界じゃないですか。お客さん聴いてくださる人がいなくなったらやる意味がない音楽になっちゃうけれども聴いてくださる人がいるから成立してる芸術でもあるからそこは聴衆の人も携わってるんですよクラシックの世界にね、うん、だから聴き手プラス演者っていうこの2つがあって初めて成立世界なんで私たちだけがやってるって意識がなくてどうやったらその聴いてくださる人の意識っていうのかなに少しでも自由なものっていうか、うん、もうちょっとこう拡大されて呼吸をしやすいような演出でもいいかもしれないけどなんかそう伝え方に工夫ができないもんかなっていうことはねずっと多分考え続けながら生きていく気がするんですけど特に日本の場合はで私はせっかく日本人で生まれて日本語が使えるのでそれはやらなきゃいけないなっていう使命感には確かに駆られてるかもしれないけどね、今後具体的にどんなことをやっていきたいと思ってらっしゃいますか？そうですね、今年はこの間奈子さんにジルベスタンに来ていただいた時に、うん、今年どんな年にしたいですかって聞かれた時にメンコンチャイコ以外の曲をいっぱいやる年にしたいって言ったんですけどそれが叶ってまして、なかなか2023年に限らずですけどこれから結構その日本で名曲って言われると5つぐらいしか上がんないでそれがずっと巡回してるって状況が私は非常にもったいないと思うからそうじゃないバイオリンの曲コンチェルトで言うと6月にファジルサイのコンチェルトでこれあんま控えないけれどめちゃめちゃ名曲なんですがと、まあ9月にこれ季節して私の誕生日だったんですけど、うん、ファジルが彼の曲を弾くっていうんで自分の日本ツアーをするんですけどその時の清居ホールの演奏会に私
を呼んでいただいて、彼のピアノと私のバイオリンのデュオで、彼のソナタの2番マウントイーダっていう曲と、私が無伴奏で彼の書き下ろしのクレオパトラっていう曲があるんですけど、それをすることになりました。へー、どういう経緯で決まったんですか？いや、ファシルはね、去年の9月にドイツカンマーとやったんですけど、演奏会はドイツで、その時にブレーメンの音楽祭に彼が来ていて、っていうのも私が前半でコンチェルトで、後半が彼のシンフォニーの5番の世界初演をしたんですよ。だから監督で来てて、式は違ったんですけど、でその時にチャイコだったんだけど、聴いていただいたら喜んで楽屋に来てくださって、ですごく君の音が好きだから自分のコンチェルトを日本でぜひ弾いてほしいってね、おっしゃってくださって、すごく嬉しかったんですけど、楽譜どうやって入手しようとかって思ってたら、絶対弾きますねとか言ってたんだけど、だから E メールアドレス教えてって、全部自分の曲でバイオリンでできる曲のデータ全部送るからとか言って、で、本当に全部送ってきてくださったんですよ、翌日で。朝全部楽譜が届いてて、と思って、で無伴奏からソナタからコンチェルトから、そのすっごい数あって、でこれはもうすぐにやんなくちゃいけないと、そういうふうに思って、で原田圭太郎さんに、マエストロに、ファシルやりたいんですけど今度って、で演奏会の枠があったから、で曲の相談で聞いたら OK って言うから、でって言ってもらって、それでオーケストラにも交渉したらいいですねってなったんで、そこでやっと実現することになって、これは後半タイトルがね、ハーレムの1001夜って言うんですね。でこれね、面白くて、現代版シェヘラザードみたいな音楽なんですよ。だからね、それぞれの世界観を持った魅力的な女性たちの象徴がいっぱい出てくるみたいな感じの一楽章があって、ストーリーとしては多分抽象的なんだと思うんですけど、多様性に富んだ女性性の音楽だったりする感じで、だけれどその中にトルコのものすごく民族的な特徴的な太鼓の音とかリズムっていうのがあって、民謡も入ってたりするし、とってもね、音楽的にも絶対退屈しない音楽なんですけど、それが6月のコンサートですか？6月で、これは一番最後はね、オーケストラが奏でてる、ね、大きなメロディーがあるんだけど、その中で私が鳥の模倣をするっていうのがあります。鳥の声、メシアンもよく大好きだった鳥なんですけど、高音の方で適当にアドリブで鳥の声を真似て弾くっていう、2ページ間ずっとそれみたいなのがあって、それがとっても美しかったりする、本当に名曲なので来てください。なんか映画を見たような気分になると思います。楽しみですね。クラシックと思わないで来てほしいです。いいですね。9月の方はどんなこと？9月は、ファジルのソナタの2番とクレオパトラで、後半は彼がソロで弾くっていう、今のところそういう予定になってるんですけど、ファジルのピアノは異次元に、ちょっと人間だと思えないようなピアノを弾くので、音がね、この間もその彼がクラシック、本当にシューマンとかシューベルトとかブラームスとかを弾くリサイタルに行ってきたんですけど、全然違うんですよね。なんて言ったらいいのかな、野性味があるっていうのかな、音に。で、全ての音がやっぱり生きてる、なんか本当にね、音楽をやってる僕っていう感じじゃなくて、自分が生きてるっていうのを見てねみたいな、そういう感じなんですね。それが本当に混然一体となって、ピアノと彼の図っていうのが絡み合って出てくる音楽だからね。その彼のソナタっていうのはめちゃくちゃかっこいいです。多分これはクラシックっていうよりロックの部類かなと思うけど、ぐらい本当にピアノは独特な奏法があって、弦を押さえてデデ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 ってドリルみたいに、ね、打鍵するって連打するっていう奏法があって、あれはものすごく面白い。ファジルよく使うんですけど、工事現場とかちょっと射撃音に近い、本当に電子音的な感じになっていく感じなんですけど、それが時々入っていったりとかで、私はそこに哀愁のある歌もあるし、殺伐とした風景もあったりするんだけど、そこで本当に2人でバチバチのバトルを繰り広げるような広がるようなソナタになってますね。これから取り組みますけど、めちゃめちゃ楽しみ。とにかく私はファジルのピアノとデュオができるのが何より一番楽しみです。楽しみです。日本の皆様、こんにちは、服部モネです。最後までまず見てくださってありがとうございました。よく私の演奏会に来てくださっている、いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。これからも頑張りますので、いろんな新しい曲やっていきたいと思います。今年はメンコンチャイコがちょっと少ないんですけど、ご理解ください。それからクラシックにあんまり興味ない方と、聴こうか迷ってる方と、聴いたけどつまんないと思ってる方は、いい演奏に出会われなかったのかなというふうに思うんですけど、これに懲りずにぜひいい演奏を聴きに
劇場にもう一度足を運んでいただきたいと思います。私も頑張ってるのでどっかでお会いできたら嬉しいです。いかがでしたか？動画でもお話しいただいた6月16日のコンサートは大阪のザ・シンフォニーホールで行われます。原田圭太郎さん率いる関西フィルハーモニー管弦楽団とともにファジルサイのバイオリン協奏曲ハーレムの千一夜が演奏されます。また9月14日にはファジルサイトのコンサートが東京の清居ホールで行われます。バイオリンソナタ第2番の日本初演とクレオパトラを服部さんのバイオリンで聴くことができます。興味のある方は概要欄からチケットを手に入れてみてください。そして今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンを押してください。感想や印象に残った部分などぜひコメントでも教えてくださいね。そして以前服部モネさんがバイオリンの魅力について語ってくださった動画は概要欄に URL を貼っていますのでぜひ合わせてご覧ください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに毎週金曜日の夜8時クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団、演奏家の紹介や楽器の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラビー。